A が1-13 で、B が21-1ですね。で、ですから、あらかじめ計算しちゃいますけど、A の大きさの事情は、1+1+9で11ですか。それから、A と B の内積は、1×2+-1×1+3×-1 で、これいくつですか ?2-1-3 でこれマイナス4ですか、ん、間違えた、マイナス、ちょっと待って、これマイナス2ですね。あ、大変だ、数学者は計算苦手です。嘘ですけど、人によります、私はボケて言いましたが。で、それで B の事情は4+1+1でこれ6ですね。で、それで問題になってるのは B-TA、 この事情はゆっくりいきますと、 B の事情を引く2倍の、B と TA の内積で、あとはTA の大きさの事情になります。これは定理 1.5 でですね。で、そうするとこの大きさの t はゆっくりいくと ta はこれ絶対値の t の a の大きさですから、ここの部分は t の事乗 a の大きさの事乗になります。で、それから、ここはそのままで、で、それからこれは2倍の t の ab ですかとなります。で、そうすると、代入すると、だから 11t 事乗ですか。この A の先ほどの A 事乗は11ですから、それから、A と B の内積は、マイナス2ですから、ここはプラス 4t ですか。で、次は B の事乗は6ですから、そうすると、11分の t プラス11分の2の事乗で6-11分の4になりますか。ですから最小値は t=-11分の2の時に、6-11分の4でいくつですか。11分の66-4で11分の62になります。これが最小値です。です。というわけです。